校内らしい山形らしいハリ子を目指す張りコマ屋がお送りする張りコマラジオ張りコマ屋は山形県舟形町山の上にあるお蕎麦屋さんサバネ山蕎麦を応援しておりますサバネ山蕎麦今期もオープンでございます開放感のあるお店で細切り太切り2種類のお蕎麦を堪能できますおすすめですリフレッシュできます まあこのご時世ですので黙食で行きましょう、まあ、帰り庭には「ごちそうさま美味しかったです」と厨房に声をかけていただければ店主のげんちゃんがニコニコっとしてくれるはずですお店に行く際は電話予約をしておくと確実ですさていよいよゴールデンウィーク以前だったらうちも東京へ行ったり盛岡や青森に行ったりしてましたね皆さんの中にはゴールデンウィークに海外旅行へ行くのを 一年間楽しみにしてましたなんていう方もいらっしゃると思いますね私の子供の頃のゴールデンウィークの思い出としては東京に住むおじおばがやってくるビッグイベントで毎年楽しみにしていましたあきらおじちゃんとしず姉ちゃんですえー、父の弟と妹です小学生の私にとっては都会の象徴成功の象徴といった二人で仕事を終えて深夜に東京を出発して ですね、夜通し走ってきて高級車で我が家に遊びに来るわけです文字通り遊び目的で来るので、えー、我が家に泊まってワイワイ騒いだり年によっては由良温泉ホテル八乙女にじゃあ俺らが金出すからみんなで泊まろうぜなんていう年もありましたね先にしず姉ちゃんが東京に就職して、えー、弟のらおじちゃんが高校卒業して東京に行ったっていう感じです アキラおじちゃんはビートルズが好きで、その影響で髪を長くしたり、ドラムをやったり、あとはですね、バイクや飛行機にすんごい詳しくて、プラモデルも作るのが得意でした。スターウォーズもアキラおじちゃんに教えてもらいましたし、マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダー安全地帯もアキラおじちゃんにレコード、CD をお土産にもらったりしましたね。 例えるならば、ところジョージさんやトンネルズのような存在でした。うちに来ると二人は日中ゴルフに行ってしまっていなくて、まあ、目的がそれだったからしょうがないんですけども、私はゴルフから帰ってくる二人を楽しみに待っていました。そして帰ってくるとホットプレートを出して焼肉したり、滅多に行かないようなお店に外食に行ったり、 二人はビールガバガバ飲んでですねまさにゴールデンウィークを満喫しておりました逆にうちらが一家で上京する年もあって上野や銀座横浜を案内してもらいましたもう完全にドラクエ状態であきらおじちゃんしず姉ちゃんの後ろをついて回り山手線に乗ったり地下鉄に乗ったりして東京タワーに行ったり、えー、地下の高級レストランに行ったりして 多分私東京刺激が強すぎて一日中口開けてたかもしれませんね二 <laughs> 人がいたから多少東京に免疫ができて東京の大学に進学しようと思うようになったんだと思います実際受験の時も明おじさんのとこに泊めてもらいましたし在学中もどうしても人恋しい時は埼玉の東松山市から2時間かけて明おじさんの家に泊まりに行ってました 4年間暮らしてみてあれ都会は自分になんとなく合わないかなと思っただけでも収穫でしたし出張があっても電車を乗り継いで目的地に行けるようになりましたもう一人ゴールデンウィークにうちに遊びに来てくれる親戚のおじさんがいてそれは、えー、父のいとこにあたる明雄おおじさんあきおちゃんです同じく上京して千葉や東京で活躍されていました おじちゃんとしず姉ちゃんはバリバリイケイケのビジネスマンっていう感じできおちゃんはですねいつもニコニコ都会をのんびり楽しんでいる感じでしたサザエさんでいうのりすけさんみたいな感じまあちょっと真面目なのりすけさんっていう感じがきおちゃんですああと明生ちゃんの奥さんまゆみさんは私にとって初めての関西人だったかもしれません 勉強しろ、勉強しろって言われていた中高生の頃、アキちゃんだけが、あ,あひろゆきくん、勉強したくなかったら勉強しなくていいんじゃない知りたいことだけ勉強すればそれで十分だよと言ってくれました。万年成績が真ん中あたりでですね、低空飛行していた私にとってその一言は嬉しかったです。まあ、まゆみさんは、アちゃんそんなこと言ったらあかんで、と突っ込んでましたけどね。えー、後にちゃんの え実家のあったところで10年間畑を借りるとはそして明生ちゃんの実家近くの資料館で働くことになるとは私も思いませんでしたまあゴールデンウィークとなると他にもいろんな人がうちを訪ねてきてくれましたうちはここだけ厳しいっていうところがあってお客様が来たらばあちゃんの友達だろうが父ちゃんの仕事関係の人だろうがお客様には必ず挨拶しなさい しつけられてきましたこれが挨拶だけでなく今僕は何年生でこれに興味があってとですね一通り自己紹介したり相手の質問に答えたりというですねレレポートプレゼン嫌な時間でしたが、まあ、お小遣いもらえることもあったり今考えてみたら親戚や地域の人に顔を覚えてもらえたのもこの風習のおかげかなと両親に感謝です。 今、外出、移動自粛時期ですから、そのうち行き来ができるようになったら、ぜひ、皆さんもお子さんに、まあ大人もそうですが、訪ねてきたお客さんを家族や仕事の同僚に紹介してみてください。 ちょっと顔つなぎ情報交換しておくだけでもし相談事ができた時に話しやすいですしお子さんにとっても新しい世界の入り口にもしかしたら目標になる人に出会えるかもしれません私の周りには今イラストレーターに陶芸家映画監督にカフェのオーナー大学の先生もいます10代の私に紹介したら影響を受けまくりだったでしょうね 手土産に困った場合は、張りこま屋の張り子をお土産にどうぞ。湯沢町和田屋さんでの張り子フェア、現在開催中です。以上、張りこま屋ひろゆきでした。